時空に干渉する力を持つという聖少獣バシュロン。姿を見た者はこの世から跡形もなく姿を消してしまうとされ、伝承の中で畏怖の象徴とされてきた。いわゆる神隠しと呼ばれる超常現象の正体とされているが、かの伝説上の存在はいたずらに時空を歪ませるだけではない、歴史上の大事件に関係したもの、英雄とされている偉人、著名な科学者や作家など、実はバシュロンによって別世界より導かれたという伝説もある。ここは暗闇、どこまで行っても暗闇なのか。いや、この感じ、風、いや空か。そして今、聖少獣は何上の意思か、C なのか、二つの世界を開口させんとする。